はい、皆さん、こんにちは。本日は、無料でノート PC をサブモニター化してみようをやってみたいと思います。はい、ということでね、本日はね、ノートパソコンをサブモニター化してみたいと思います。動画編集するときにこちらのソフトでやってるんですが、 シングルのモニターだと、まあ、こんな形でですね、切り替えがですね、どうなってるのかよく見えないんですよね。そこで、手元にあったノートパソコンをサブモニターにしてみようと思いました。イメージ的にはですね、デスクトップパソコンがありまして、それを Wi-Fi で飛ばして、サブのノート PC にその画面を映すと。 いいいいう形にしていきたいと思います今まで有料のソフトも使っていたんですけどもまあなんかこう毎年お金払うのももったいないので無料でできる方法を考えてみましたということでねまず設定の方法なんですけれども重要なのはえ同じ Wi-Fi の環境にするっていうことですねノート PC 側受信側とデスクトップ PC の送信側も同じ、えー、無線の LAN の中に入れておくということですね。今回はですね、デスクトップパソコンが LAN ケーブルでつながっていたので、まあ、こういったちょっと家にあったね、Wi-Fi の呼気を、えー、USB の3.0にですね、まあ、つないでみて、同じ Wi-Fi の方に入れることにしてみました。はい、じゃあ差し込みます。 はい。そして次はですね、まずノートパソコンの受信側の設定を見ていきたいと思います。まず、Windows キーを押しますと、まあ、こんな形で出てきまして、まあ、ここにですね、プロジェクションを打ちますと、プロジェクションの設定っていうのが出てきますので、まあ、こういった形にします。この PC のプロジェクションのためにっていうところですね。で、オプション機能というところを押しますと、 オプション機能を追加するというのが出てきますので、こちらに追加をしていきますで。こちらにワイヤレスって入れるとですね、ワイヤレスディスプレイっていうのが出てきますので、まあ、こちらにチェックを入れて、まあ、次へとやっていく形ですね。はい、じゃあ次へと。はい、次へを押しますと、インストールしますかって出てきますので、 一応、こちらの文章を読んでみて、一番下のインストールというのを押してみます。そうすると、インストールが始まってあります。はい。そして、インストールが終わりましたら、インストールされている機能ということで、ワイヤレスって打ち込むと、まあ、今回はワイヤレスディスプレイちゃんと入ってますね。はい。これを確認、えー、します。そしたら、一回この画面を閉じまして、 ウィンはい、そして Windows マークを押しますと、えー、接続というのが出てればインストールがされています、はい、そして接続ボタンを押すとまあ、こんな画面が出れば準備は完了ですねはいそして続きましては送信側の設定なんですけれども、えー、Windows キーと、えー、A ボタンを同時に置くと 押すすとですねこういった右端の接続というものが出てきますのでそちらをクリックします。で、ノートパソコンが表示されますのでそちらのノートパソコンを選ぶという方式ですね。実際に見てみましょう。アクションキーを押すか Windows のこの右下でですねボタンを押すと こういった形で接続っていうのが出てきますので、こちらを押します。そして、上の方にですね、ちょっと画面映ってないですが、自分のノートパソコンを選ぶとで。そうするとこんな形でですね、ディスプレイがサブモニター化するという感じですね。はい、実際にちょっとアプリ立ち上げてみましょうかね。とりあえず、Chrome を立ち上げてみまして、 まあこちらデスクトップパソコンのモニターですけれどもこちらをですねちょっと下にこんな感じで移動すると、まあ、ちゃんとね、えー、デュアルモニター化している感じですねただねこれやっぱり無線なのでちょっとぬるぬる感があって、えーまあ、作業しづらい方もねいらっしゃるかもしれないですね はい、そしてモニターの設定なんですけれどもデスクトップで右クリックしてディスプレイの設定しますとこういう画面が出てくるので、まあ、自分のノートパソコンの置く位置によってですねこんな形で場所を変えて置くと一旦真っ暗な画面になりましてこんな感じで認識されます。 はいということでね、今度切断なんですけれども、切断はメインの送信側のパソコンの方で切断をしますと自動的に切れるようになります。はい。そしてこの青い画面になればワイヤレスの準備が完了って形ですね。はい。ということで今回は無料でノート PC をサブモニター化するということにチャレンジしてみました。 両方 Windows 同士で今回やりましたので、えー、すごい簡単でしたね。なんかこんな簡単な方法があるんだったら、今までね、ちょっと有料のソフトを使わないで、使ってね、やってることもなかったなぁと思っております。ということでね、本日は無料でできるノート PC をサブモニター化するという動画でございました。 えー、よかったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いします。